あなたの食べている食べ物、老化する食品でしょうか皆さん、こんにちは。心と体を元気にする内容をお届けしています。ハピフルマインドの千尋です。今回は、人が食べ物によって、老化のスピードが変わるという話をしていきたいと思います。まあ、毎日ね、口に食べ物を入れて、私たちね、まあ、1日3食から、まあ、間食も含めるとね、もっとたくさんの数、口にね、食べ物が運んでい、あ、口に食べ物を運んでいると思います。食べ物、これによって、 こう老化をね、さらに加速させているもの。もしくは、加速をね、せず、老化を緩やかにして、アンチエイジングにつながっている食べ物。これね、あった時にどうでしょうか皆さんはどっちの食べ物をよく食べることが多いですか今回はですね、ちょっとチェック項目ということも含めてお話ししていきたいと思います。まあ、せっかくね、毎日食べているので、老化を加速させて、老けたりとかね、病気につながっているものよりも、健康で、そして若々しくね、いられる。 そういった食べ物をね、できるだけ選んでいきたいですよね。ということで、何気なく食べている食べ物にちょっと注意してみましょう。注意というかね、ちょっとフォーカスをして今日はお話をしていきたいと思いますので、早速ランキング形式でご紹介します。普段ね、食べているもの、頻度がね、多いものがあるかなというね、ちょっと視点で見てみてください。では早速、老化を加速させる食品第5位。 じゃん、これはスナック菓子、甘いお菓子ですね。まあ、なんとなくね、食べ過ぎは良くないなっていうふうに思われている方も多いと思います。これなぜかというと、お砂糖とかね、食品添加物、こういったものが食べ過ぎることによってね、あの、多く取られすぎてしまうっていうことなんですね。で食べ過ぎると、味覚にも影響があっていうことなんですが、まあ、甘いものをね、だんだんね、こう、より好むようになったりとか、まあ、頻度がね、増えていったりすることで、 こう脳のね、神経回路で、ちょっと砂糖中毒というかね、こう甘いものを求める、求めるっていうね、まあ、濃いやつだったりとか、まあそういう刺激をね、脳がね、求めるんですよね。なので、こうなかなか甘いものがやめられないんですっていうね、お声結構いただくんですけれども、まあ実はね、それちょっと脳の神経回路が、ね、中毒症、中毒症状になっている状態なんですね。で、あの、やっぱり砂糖っていうのは、食べ物の中でもね、あの、健康に あまり、こう、いい影響を及ぼさない。むしろ、ちょっと最もね、悪い影響を及ぼすっていうことも言われていておろ、驚くほどね、いろんな病気にもつながっているんですね。はい。まあ、代表としてはね、糖尿病とかって言われてますけれども、あの、血糖値がね、こう、急激にこう、上がることで、その血糖値を下げるためにね、あの、インスリンっていうホルモンが出されてますよね。それが、えー、たくさんね、甘いものが入ってきてしまうと、そのね、インスリンの分泌が対応になることで、 逆に血糖値が下がりすぎてしまうんですね。これが今低血糖というふうに言われていて、ちょっと問題になってきてるんですけれども、はい。あのー、ちょっと副腎のね、疲労が出てきたりとかしますで。低血糖症、まあね、ちょっと精神疾患とかともつながりやすくなっていきますね。うつ病だったりヒステリー、パニック障害、まあ、統合失調症とか。あとは子供の情緒異常ですね。まあ、落ち着きがなかったりとか、まあ、大声出したりとか、寄生発したり、怒鳴ったり。 切れたりね暴力的になったりとか、まあ、夜泣きとかもつながっているっていうデータもあります。まあ、あとはね、慢性的な疲労だったりとか、頭痛とか不眠、まあ、こういうところにもつながっていくっていうことなんですね。で、砂糖を取りすぎてしまうと、砂糖をね、あの、細胞で利用するために大量のビタミンとミネラルを使って消費して、まあ、エネルギーにしているわけなんですけど、そもそもね、このビタミンやミネラル、 あの、現代人は足りてないっていう風にね、言われています。まあ、お野菜とかね、土に今栄養が入ってきています。ただ、このミネラル、さらにね、砂糖をたくさん食べることによって消費するので、まあ、欠乏していくと、まあ、いろんなね、体調不良の原因にもなってきます。あと、体を冷やしたりとかね、まあ、冷え症の方も結構多いですよね。あと、婦人科疾患だったりとか、まあ、本当にね、いろんなところにね、影響していきます。はい。で、続きまして、第4位です。 じゃん、菓子パン、ドーナッツ、美味しそうですね <laughs> で。これ目の前にあったらね、ついつい食べちゃいますよね。で砂糖、糖質、トランス脂肪酸、食品添加物、これもね、多くのものが含まれます。まあ、お砂糖と結構セットになっていますよね。あのー 砂糖とセットになっているのが、まあ、このトランス脂肪酸という油ですよね。あんまり取って欲しくない油です。これ人工的なね、あの、ものなので、体のね、細胞膜ってありますよね。37兆個の細胞で私たちの体はできているんですけれども、この周りの細胞膜、ね、これが油でできています。 この油の質を良質なものにするか、それともね、あの、ちょっとあまり良くない油を取るかって言ったら、良質なものでね、取っていただいた方が、まあ、細胞が元気でね、まあ、いい状態でいられます。あとはね、やっぱりこう、食品添加物、ね、あの、で、まあ、ちょっと美味しく、さらにね、こう、また食べたいっていうね、中毒性が出てきたりします。はい。第3位。糖質型の食事。 まあ今回ね、糖質っていうところが結構出てきて、あのキーポイントなんですけど、まあ、例えばある日のね、えー、ランチ、イメージしてみてください。ラーメン屋さんに入ると、ランチってお得ですよね。私、あの、結構ランチが好きなんですけど、あの、お値段がね、お安く、そしてなんかこう、いろいろと食べられて、デザートとか、あの、ドリンクとかもついてきてっていうのが、ね、結構皆さん好きじゃないですかはい。 これ、例えば、ラーメン屋さんだとしたら、ラーメンにね、チャーハンがついてきますっていうセットだったり、うどん屋さんに入ったらね、あのミニ天丼つきますよとかね、ミニカツ丼とかね、あの美味しいですよね。あと、まあ、女性だとね、特にパスタランチに行くと、まあ、パンがついてきますよとかってありますよね。うん これ、まあ、どういうことかというと、炭水化物と炭水化物のね、掛け算になるので、まあ、さらにね、糖質を取りすぎてしまうということで、まあ、糖尿病のね、リスクを高めていったりするわけなんですね。で、これ、糖尿病の他にも、あの、まあ、有名なね、ところは糖尿病だと思います。糖尿病、水臓のね、あの、血糖値がこう、上がる、上がることで、まあ、水臓がね、あの血糖値を下げるホルモンを インスリンを出すんですけれども、まあ、水臓とかね、そういったところの病気だけじゃなくて、まあ、実は血管の病気とかにもね、結構つながっています。で、全身の血管って、皆さんどれぐらい長さにね、こう、一本に血管をピーっていうふうにしたら、どれぐらいの長さあると思いますかだいたいですね、約地球 2. 点あの、半周分っていうふうに言われてるんですね。っていうことは、あの、相当長いんですよ。本当に細かい血管もですね、あの、目の奥の血管とか。 ってなった時に、これどこかでね、血管、血管がホースだとしたら、どこかで詰まったり、どこかでね、こう穴が開いたりとかってすると思いませんかでこれが、あの、糖質の取りすぎによってね、血管がボロボロになったりとかすることで、まあ、糖尿病以外にもね、高血圧とか肥満、まあ、脂,質あの脂質異常症とか、まあ、脂肪肝、動脈硬化。 ガンとか脳卒中とか、もう本当にね、いろんな病気につながっていきます。まあ、目の病気だとね、白内障、緑内障とか、あと脳だと認知症とか、アルツハイマーとかね。まあ、あの、そういったところにもつながるっていうふうに言われているので、あの、結構ね、あの、複雑なんですね。はい。まあ、これも糖質の方から始まります。はい。やろうか第2位。高 AGE 食品ということで、どうでしょうか皆さん、ベーコン、ソーセージ、えー、ナゲット。 ねまあ、こういったもの取られてますか、まあ、ハンバーガーとかポテトもね、体の透過をね、進めて、老化を加速させます。であの発がん性物質にも注意が必要ということなんですけど、まあ、ベーコンとかね、ソーセージとかに入っているもの、まあ、てあの食品添加物ですね。まあ、こういったものが発がん性があるっていうふうにあの言われています。なので、まあ、毎日朝ごはん、例えばソーセージ食べてますとかね、あのー 目玉焼きとか、スクランブルエッグの隣にベーコン絶対置いてますという方がいたら、まあ、毎日っていうね、頻度から、まずは、そこに一遍とかね、週に何回とか、ちょっと頻度を減らしていくことから、始めてみてもいいかなというふうに思います。もちろん、あのね、一気に、あの、ちょっともうじゃあやめようっていうふうに思って、食べないね、選択肢をすることもできるんですけど、まあね、心、 のね、状態がいいので、やっぱり我慢しすぎてしまうと、いつかね、こう爆発してしまいますね。食べたいみたいな感じで、もうね、暴飲暴食とかにつながりがちなので、まあ、あの、ペースはね、あの、それぞれだと思いますが、こう食べる頻度だったりとか、量、ちょっと気をつけてみてください。はい、そして第1位、皆さん何だと思いますかじゃん。清涼飲料水、甘い缶コーヒーなどですね。はい、どれぐらい飲んでるでしょうか あの、仕事されてる方はね、必ず毎日缶コーヒー、うん、ちょっと甘いやつ、まあ、2本3本飲むかなという方もいるかもしれません。ちょっともう一頑張りっていう時にね、まあ、ちょっとエナジードリンクを入れてみたりだとか、あと清涼飲料水もね、あの自動販売機とかコンビニで簡単に買えますよね。はい。であの、学生さんとかだとね、あの、ちょっとこう、授業の合間にとかって飲んでるかもしれません。 これ液体でね、まあ、糖質をあの腸内に吸収するっていうことなんですよ。ってなった時に、まあ、糖化によってね、いろんな、さっきも言ってきたんですけど、いろんな、ね、病気のリスクにつながります。で、あの、現代人ですね、まあ、今まで、まあ、人類の歴史の中でね、こんなにね、多くの砂糖を摂る習慣っていうのは今までなかったんです。なので、まあ、体の変化がね、こう対応しきれていないっていうのもありますし、 あの、ちょっとまだね、この先の未来どうなっていくのか、体がね、じゃあこの糖質を取り過ぎたことによってどうなっていくのかっていうのは、もう私たちが実験段階なわけですよね。うん、人体実験というか。ってなった時に、まあ、できるだけね、あの、意識するといいなっていうふうに思います。で、あの、老化をね、老化をこう加速させる食べ物のポイントとしては、一つ一つの食べ物、食べることが問題ではありません。で、一回のね、 この食べた。ソーセージ一回食べました。清涼炎の薄い一回飲みました。これが病気につながるかって言ったら、まあそういうことではなくって、毎日のね、この生活習慣。まあこれが当たり前になっていたとしたら注意が必要っていうことですね、うん。無意識になんとなく飲んでいる、なんとなく食べているっていう習慣をちょっと立ち止まってね、見つめてみてください。そして体は交換できない。まあこれ当たり前なんですけど、まあ長期思考っていうのがね、あの健康、 を、えー、作っていく上で、すごく大切な考え方になります。例えば、清涼飲料水1日1本飲むっていうことをしたときに、砂糖換算でね、約 50g ぐらい、うん、取るわけなんですね。これ私、よく、お料理でケーキを焼いたりとかするんですけれども、だたいね、ワンホールのケーキに入れるお砂糖、スポンジにね、入れるお砂糖が50から 60g ぐらいになります。 ということは、一人でね、ケーキワンホール食べている時と同じ糖質をとっているかもっていうことなんですね。はい。で、これ、1ヶ月続けたら、だいたい1 5キロ1年継続すると、もうこれ、ゾッとしますね。1 8キロのお砂糖を摂取しています。ただ、これ、ね、目に見えないんですよね。この、清涼飲料水っていう形になっていると目に見えません。なので、すごく無意識なんですけれども、この見える化した時にね、結構ゾッとするぞっていう感じです。はい。で、ルーティーンね。 例えば、朝菓子パンと甘い缶コーヒー。ね、お昼ハンバーガー、ポテト、炭酸飲料水。ちょっと休憩でスナック菓子やタバコを吸ったりとかして、夕方、残響に備えてエナジードリンクを注入して、で、あ、終わったっていう風にね、仕事終わったって思ったら、やっぱりこうお腹が空いてね、お腹満たしたいっていうことでラーメンとチャーハンを食べました。で、お家,家に着いて、 ちょっと飲みたいなっていう風に思って、ビールを飲んで、そしてね、ちょっと焼き鳥だったりとか、つまみをつまむっていうね。まあ、例えばですよ。こういうね、一日の流れがあった時に、じゃあどれぐらいのね、あの、糖質を摂っているのかっていうのをね、ちょっとこう見える化してみました。まあ、これちょっと極端なんですけれども、でもね、もしこれが続いていたとしたら、ね、未来の体どうかな、未来の健康どうかなっていうところを、ちょっとね、長期思考を、あの、イメージして,してもらうために、 これちょっと用意しましまた糖質がね取りすぎっていうのももちろんなんですけど、まあ、糖質を、ね、制限していくということで、まあ、メリットと注意点これ知らずにやるとねちょっと逆効果だったりとか人によってねちょっとペースだったりとかコツがあると思うので是非ね他の動画でも上げてますので見てみてくださいあとはねデトックスですね体のこの、えー、流れを良くしていくために、えー、デトックスすごく大切です うん、あの、入れることをね、もちろん意識する、食べるものを意識することも大切なんですけど、じゃ食べてしまったものをね、どうやって排出していくか、ね、あの、そういう風にしていくかっていうのが大切なので、これもちょっと10個の秘訣としてまとめてありますので、よかったら他の動画を、あの、参考にしていただけたらと思います。はい。ぜひですね、あの、今日感じたこと、あの、意識していただいて、またね、感想をいただけたら嬉しいです。 最後まで聞いていただいてありがとうございました。プレゼントのお知らせです。公式 LINE から5日間の特別講座プレゼントしています。その他 SNS も見てみてください。リトリートなどのイベントも企画しますので、どこかでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。